あ、もうこれはね、しょうがない。あの、暴れるのもね、結構大事かもしれない、もしかしたら。え？なんで？はい、どうも、ぷにゃです。今日はですね、この4332レベルのね、名残行きの方を見つけましたんで、対戦させていただこうと思います。よろしくお願いします。めっちゃレベル高いですね。で、6月10日ね、大幅アップデートの情報とうとう来ましたね。新キャラの情報来なかったのはね、残念なんですけど、まあ大幅アップデートがね、来るということで、期待して待ちましょう。できたらね、カイのスプリットシエルっていうレブ2にあった技なんですけど、復活させてほしいです。よろしくお願いします、アークさん。じゃあ頑張っていきます、名残雪。レベル高いんで、あのね、こういうレベル高い相手にしっかり勝ち越していきたい。あんまりね、レベル高い相手に勝ち越せてるイメージがないので、これ差し返し間に合わんか。オッケー、これ美味しいですね。これはね、もう一回ちょっとダッシュして、そろそろ、あー、暴れるかなと思って暴れてくれたんだけどダメでした。これはしょうがない。ガンガン出します。今日は見て、コパでちゃんと割りつつ、ロマキャンからの、これはちょっと壁割らんときましょう。壁割らない戦法ですね。これは多分ダウン追い打ちで終わるので、まあ、ゲージ吐かなくていいかな。まあ、どっちでもいいんですけど。まあ、なんか、吐かないでダウン追い打ちで倒した方がかっこいいって、あの、ただの、俺の好みな話なんで、どっちでもいいです。さあ、美味しい。バックステされないので、名残受けはこれ結構ありですね。で、美味しい。こうやって暴れてくれるんで、そしたら、暴れ潰しが機能するということで、はい、ガンガード、これは、あー、遠月届かない距離で、しっかり止められていった。これ、ディッパーかくってますね。おいしい、あれ、多分飛びに引っかかったかな。バックステかなんかしないな、本当に。おいしい、これ、立ち合いで拾えるんで、これ、あー、セイク出なかったけど、いや、いいバックステすぎる。でも、こっちゲージマックスなんで、いやー、これ、かくったのまずい。いや、ゲージ、あ、これ、かくった。これ、かくりましたね。バックステにかくった。よしよしよし。まあ、どっちでもいい。ロマキャン赤でも、紫でも、どっちでもいいです。まあ、個人的には、赤でもね、あ、じゃあ赤じゃなくて、あの紫の方が普段やってるんで、安定する方を選んでください。もうこうなったらね、どっちでもいいです。はいはいはい、そらオッケー。いやー、無理か。うまい。そろそろバレてきましたね、これね。お前そこでうつん野郎読みの、しっかりタッチ系で落とされましたね。これ美味しい。これね、あー、歩きキングスは渋すぎる。これは渋い。美味しい美味しい。でもこれ何も多分繋がらないんで、これかな。うん。バックスか。なるほど。これ6回とか振ってみましょうか。もう一回振ってみましょうか。6回なんなかったけど、もう一回。オッケー。美味しい。これね、ちょっとハイスラに噛み合わせる形で打ってみて、見事に噛み合ってくれましたね。これゲージあると怖いんでね、ちょっとディッパーかな。無理か。なんだそのロモキャン。怖い。いや。これ、あの、駒投げだけ食らいたくない。差し返しよう。これ見てから、まあ見てからかな。いや、わかんない。なんか自分で見てからやったのか、見てからやってないのか、わからない時があるんだよな。あの、リッパー打つつもりで入力してたんですけど、見てからじゃないのかな。見てからじゃないかも。うん。まあ、噛み合った感じかな。まあ、爆死しないんで、あ、爆死した。マジか。そこいつもしなかったのに、帰ってきましたね。うん、まあまあ、駒投げじゃなかったら、まあ、爆死できなかった。オッケー、爆死。ちょっと俺の方遅かったか。これは、いや、でも死なないな。死なない。え？あ、最悪！角、あの、角取れたかと思って入れ込んでしまった。取れてなかったな。こういう時にもね、ちゃんとヒット確認とかしないといけないの。大変だよね。無理。うん、もう当たってるつもりで入力してるから、こっちは。あ、これ良くないな。これほんと良くない。やっちゃうんだけど、ほんとに良くない。うん、うまい。もう一回、6回。これ。いやー、届くか！ちょっとね、相手のゲージは見ないとね、ブラッドゲージをね。うん、これはまずい。オッケー。いやー、届かない。うまい。オッケー。いやー、これでも削りもあるから、ちょっと。まあ、そうだよね。危ない、危ない。おー、なんだ、なんだ、なんだ。やめて。あっなんでこれ、時止まるんですかね。これなんで、あの、暴走を解除された時、ロマキャンと同じ状況になるのかっていう。ねえ。なんかもうそのまま時止まらずになってくれればいいんだけど、あー、いいマイピすぎる、それは。エラマイピ。マイピか？手だ。
オッケー、オッケー、オッケー、おいしい、おいしい、おいしい。うん、暴れるな。いやー届くか。オッケー、おいしい。これはゲージ使わないでバックステ読み、オッケー。バック、な、なんだろう、まあ下段か、暴れ潰し。いやーどうしてどうして、遅いか。最強技、いやーマジか。うわーこれは無理、こう投げ読みでバックステした、安直だったかな。まあ読み合いなんで、まあ仕方ないとこではあるんですけど、マイピー振ろうか。あ、これバックステ狩りですね。やべえ、散々やってたから俺が。ここ動き変えないとね。うん、これは見えない。オッケー、見せてくれたのかな。オッケー、バックステ狩り、これはバックステ狩りです。これノーゲージでいきましょう。うん、怖いんでね。いっぱい読みで後ろ吹きをやったのかな。これはライドでもう一回ループしましょうか。うん、ループして、いやーこれためなしだす、行こうか。よしよしよし。いやちょっと物販も怖かったんですけどね、まあ、ゲージ100ないから大丈夫かなっていう感じで安直にやってみました。次マイピー、うん、オッケー、おいしい。いやーおいしくねえな。なるほど、暴れてみたけどコンボにならんかったのは俺が悪い。よし、俺噛み合ったの美味しいぞ。腕バックしてあるかな、あった。これ投げに行く、素直に。これ下段から入ろう。これね結構もう有名だから、置き攻め的には知ってる方多いんですよね。いや死なないかまだ。うん、持続下段、持続下段で行こう。 なんか遅らせました。うーん、まっためなしダストで安直に倒しきるのはちょっと怖かったですね。まあ、なんとか無事勝ち越すことができました。でももし連戦してくれるんであればもうちょっとやってみますか。